MLB、レイズ9月8日ドジャース、日本時間25日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手は24日、日本時間25日、本拠地、レイズ戦で、1番、指名打者、で先発出場し、5回1死1塁に2試合連続の41号ツーランを放った。4打数2安打2打点で打率294。94打点に伸ばし、 リーグの打点王争いでマルセルオズナ外野手、ブレーブスに並び、主要タイトルではリーグ2巻となった。本塁打は2位のオズナに4本差しをつけてキング独走。99得点、長打率619、オップス998、長打76もリーグトップだ。開幕から得点圏で結果を出せず、トップを走るオズナとは前半戦を終えた時点で8点差しがあった。 それでも、23日、同24日、のサヨナラ満塁弾を放ち、2試合連続の複数打点。チーム130試合目で打点トップの小綱をようやく捉えた。130試合で94打点。シーズン換算では117打点となり、2005年松井秀樹が記録した日本人シーズン最多116打点を超えるペースだ。 打率294はリーグ4位で首位打者のオズナとは1分3輪差。40盗塁は61盗塁のエリー・デラクルーズ、レッズ、に次いでリーグ2位となっている。148安打もリーグ3位と大谷が躍動を続けている。